はい、では、続きまして、セクション 6.5 の線形写像に進みます。教科書は155ページですね。で、線形写像の部分はほとんどの内容は主な内容は、この今学期の授業の最初のですね、数ベクトル空間の線形写像で述べた内容と一緒です。ただし、今回その後半の方で大事な話が出てきますので、それを注意してください。まずこの線形写像に関しては、これは数ベクトル空間の線形写像と同じでですね、以下今日のこれ以降の話では、その UV というのを対形状のベクトル空間とします。でこの時に、F ですね、 U から V への写像が線形写像であるとは、次の性質を満たすっていうことで、これも前やった定義と一緒なんですけれども、一つはその和を保存するっていう性質ですね。ベクトル X と Y の和を F で写したものが、 F で写したものと Y を F で写したものの和になると。それからスカラ倍に関する性質で、X のラムダ倍を F で写したものが、X を F で写したもののラムダ倍に等しくなるというのが、2つの条件ですね。で、それからあと、教科書の方にはいくつか新しい言葉がいくつか出てきております。ホムの UV と書いて、これを U から V への線形写像全体のなす集合というふうに定めています。でここでのホムというのは、実はこのホモモーフィズムの頭文字でして、でホモモーフィズムというのは数学の言葉なんですけども、純動系写像という言葉です。で純動系写像というのは、この数学の中で ある数学的な構造を保つという写像ですね。で、その数学的な構造っていうのが対象となっている集合によっていくつか異なってくるんですけれども、ベクトル空間の場合は、そのベクトル その和とスカラー倍を保存するという意味 の数学的構造を保つ写像という意味で、ホモモーフィズムというふうに呼ばれますので、このホムという記号を使っていることに注意してください。あと、それからゼロ写像というのもありまして、これは U から V への線形写像、 U から V の写像なんですけれども、何でもゼロに移すという写像ですね。この記号をもう一回復習しますと、これ上の方にあるのは対象となっている集合から集合への対応です。この上の方で U から V への写像、集合 U から集合 V への写像ってことを言ってます。で下のこの記号ですね、この X がゼロに移るというのは、その U の弦 X が具体的に V でどういう弦に移るかということを書いた記号で、写像を定義するときにはこういう書き方もよく使われます。でこの定義では、U の何でも任意のベクトル X を V の0ベクトルに移す写像ですということを言っています。で、この0写像っていうのがもう線形写像ですので、ですのでって言ってますけども、一応皆さんえっと思って聞き流さずにできればちゃんと確かめてみてください。で線形写像ですので、ゼロもこのホムの UV、 この上で定義した集合の弦になっています。それからと、一次変換かな、線形変換っていう言葉が出てきます。でこれは U が V に等しいわけですね。ですのでさっき言ってた写像っていうのは U から V の写像なんですけれども、 U を V に置き換えると、V から V だから自分自身のベクトル空間の中での線形写像を、線形変換もしくは一次変換というふうに呼びます。これはただ単に言葉の定義です。で、この線形変換全体のなし集合エンド V というような書き方をします。でこのエンドはエンドモーフィズムという言葉で、これも数学の用語なんですけれども、自己順動系という言葉ですね。順動系はさっきと出てきたんで、自己っていうのはある集合から自分自身への写像っていう意味です。で、それからと自己順動系の中で特に名前がついている写像が高等写像と呼ばれるもので、これは記号で IV というふうに書いてますけれども、V の任意の弦 X を自分自身に移すと、言っていれば何もしない写像なんですが。これも線形変換になりますので、この IV っていう高等写像もこのエンド V の弦であるということが言えます。
まあ、この辺は全部言葉の説明ですので、まあ後から必要な時に見直せば大丈夫でしょう。それからあと、線形写像の、像と角についても、これ数ベクトル空間と同じような定義でして、まあ大丈夫だと思いますけれども、一応 F の像っていうのを復習しますと、これはその U の弦ですね、 U の弦全部をその F で写した先で V の部分集合になっています。あと、F の角っていうのもありました。カーネルとも呼ばれますけれども、これはどういうものだったかというと、U の弦で F で写すと V の0ベクトルに移る弦ですね。ですので、この F の角は U の部分集合であるということに注意してください。ということで、まあ、ここまでは大体その言葉の説明と、それから数ベクトル空間の場合とほぼ同じですので、さっときましたけれども、一応例題6.4というのがありまして、教科書です156ページにあります。で、まあ、例題ですので、一応解説はしておきたいと思います。で、この例題はですね、まあ、F として KX の3ですから、3G 以下の多項式全体から、KX の2ですから、2G 以下の多項式全体への写像で、次のような定義をしますと。で、A プラス BX プラス CX2 乗プラス DX3 乗という多項式をですね、2次の多項式に移しますと。で、その移された先の2次の多項式はどういうものかというと、定数項が A プラス B で、X の1次の項が B プラス C で、2次の項が C プラス D と。まあ、こういう、まあ、係数を変えるような、で、次数を落とすような、そういう写像を考えましょうと。で、この時に F は線形写像であることを示しなさいっていうのが、この例題6.4の内容です。で、これ回答の方針は、まあ、この KX3 ですね、KX3 の多項式ですから、この3次の多項式を、まあ、なんか2個取ってきなさいと。で、これ X というふうに置いて、もう1個 Y と置きましょうと。で、あと、それから、ラムダをスカラーと置いたときに、さっきに説明しました、この線形写像の条件、2つの条件ですね。この2つの条件が成り立つことを、まあ、示せば OK ということです。で、実際のこの計算はですね、数ベクトル空間の場合とほぼ同じで、で、まあ、多分この教科書の式展開を見れば分かると思いますので、一応回答の方針を示すにとどめておきたいと思います。まあ、何か分からないことがありましたら、後で個別に質問してください。で、次に、この辺からがですね、その今日の授業で大事な概念になってきます。で、ここからは動形写像、もしくは動形という概念を説明しておきます。これ F をですね、 U から V への線形写像としたときに、動形写像という言葉があるんですけれども、 F が動形写像であるとは、この F が全端写であることを言います。ですので、まあ、単なる線形写像ではなくて、線形写像プラス全端写という性質ですね。で、全端写っていうのはどういう性質だったかというと、まあ、大雑把な説明ですけれども、まあ、ベクトル空間 U の V の間で、U と V の間で、まあ、全ての弦がどれも1対1に対応していると。しかも全部の弦が全部の弦にちゃんと対応しているというのが、まあ、全端写ですね。で、それから、線形写像の性質として、まあ、U と V の間で、そのベクトルの和と、それからスカラー倍の構造が保存されると。で、まあ、この2つがその動形に関する性質です。で、大事なことはですね、この U と V に動形写像が存在したときに、以後 U と V は同じベクトル空間とみなすってことなんですね。で、なんでかっていうと、その線形写像だから、そのベクトル空間で一番大事な和とスカラー倍が保存されていて、しかも全部の弦が1対1に対応してるから、まあ、どっちのベクトル空間で物事を考えても、例えば U のベクトル空間で物事を考えれば、それがそのまま V のベクトル空間にも通用するっていう話なんですね。で、それで、U と V の間に動形写像が存在するときは、これを U と V が動形であると言ってですね、で、
ちょっと記号が見づらいかもしれませんが、 U と V の統合の、あの上の線がニョロとなった、こういう記号を使います。までいいですか。今日もちょっとですね、あの説明がほとんどになってしまうと思うので、まあ後でレポートの時間にちょっと皆さん頑張ってもらうことにしましょう。で、一応ですね、例題 6.5 というのがあって、その、ちょっとこれは説明しておきたいと思います。F が、U から V への同型写像であると。でこの時に F の逆写像、 F インバースとも言ってますけども、この F インバースですね、 V から U への写像も同型写像であることを示しなさいと、いうことを言ってまして、でこれはどういうことを言いたいかっていうと、今ベクトル空間での同型写像は、線形写像プラス全端写という性質を持ってますから、まず F インバースが全端写であることを示すと、2つ目に F インバースが線形写像であることを示すと、両方示せば同型写像だってことが言えます。で、まずその F インバースが全端写であることから言いますと、この F インバースを G と置きますと、これが F の逆写像になるんですけれども、これはどちらかというとその線形代数というよりは、そのさらに基本になるその集合ですか、写像の基礎知識で、F が全端写では G も全端写ということは言えますから、今日のところはちょっと時間の都合でそれ以上深入りはしないことにします。で、問題になるのはその G ですね、これが線形写像であることをどうやって示すかっていうことなんですが、F が全端写っていうで G も全端写ということを使って示すので、その示し方をちょっと紹介します。でここでは、V のすいません、V の元 X と Y を取りまして、で、V の X を G で写したものを U の X' それから V のy というベクトルを g で移した u のベクトルを y' というふうに置きます。で逆に、x' を f で移せば x に移るし、 y' を f で移せば y に移るってことも、この先ほど今これまでの過程から成り立っていることに注意してください。ですから例えば x と x' は f と g でこうお互い行ったり来たりできると。で、y と y' も f と g でお互い行ったり来たりできるっていう設定にしています。で、まず最初にその線形写像の一つの性質として、この今考えている写像は g ですよね。g ですから v から u への写像を考えますから、示したいことはですね、示したいことはこちらの下にあるもの内容です。x プラス y を g で v から u へ移したものが、x を g で移した先と y を g で移した先の和に等しくなるってことを、示したいわけですね。今 g が線形写像ということを示しますから。で、そのために仮定としてこの f が線形写像であるっていう性質を使います。でそこではですね、この ux と y を g で移した先の x' y' っていう元を使うんですけれども、ここにありますように x' と y' にと、あと写像 f に関しては f が線形写像ですから、x' と y' を加えたものを f で移した先がですね、x' とを f で移したものと y' を f で移したものに等しくなるっていうことが仮定として成り立っていました。ところが、x' を f で移したものというのは v の x なんですね。それから y' を f で移したものは v の y です。ですから、この fx' プラス fy' というのは実は x プラス y になっています。で、次のステップで、この全部の関係をですね、さらにこれ g で移します。g で移すっていうのは、これらの各辺にあるベクトルを全部 g で移すと。
そうすると、この fx プラスダッシュプラス y ダッシュをこう g で写すとこういう形になるんですけれども、g は f の逆写像ですから、まず g、これを g で写すと実は x ダッシュプラス y ダッシュに戻ります。で一方で、これ x プラス y に等しいって言うんですね。x プラス y に等しいので、これを g で写せば、x プラス y を g で写したものになるということで、ここまでで言えたのは、ちょっと画面が見にくいですが、ちょっと待ってくださいね。少し待ってると消えるかな。この x プラス y を g で写したものが、実は x ダッシュプラス y ダッシュに等しいっていうことがここまでで言えたわけですね。ところが、x ダッシュっていうのは、ここにありますように、x を g で写したものに等しいし、y ダッシュっていうのは、y を g で写しても等しいと。ということは、結局何言ってるかっていうと、こうなると。で、これが導かれた。で一方で、これはこれに等しいということから、その、実は g、シャドウ g も、この x と y の和を保存するということが言えます。この辺のその議論の積み重ねに注意してください。あと、ちょっと時間がないので少し急ぎますけれども、スカラー倍も同じように、この f、x ダッシュのラムダ倍を f で写した性質から言うことができます。